ブロンテ署名、アンブロンテは、イギリスの小説家、ヨークシャーのソーントン生まれ、ブロンテ三姉妹の末妹。彼女は、アクトンベルのペンネームを使用した。アンは六人姉妹の最後の娘として生まれた。母親のマリア・ブランウェル・ブロンテは、一家がハワースに移り住んだ、翌年の1821年に、ガンで死去した。1825年には、長子のエリザベスと、 ジシュマリアが、ランカシャーの公安ブリッジにある聖職者子女の寄宿学校で結核にかかり、相次いで死去した。母親と二人の姉たちの死は、彼女及び残りの二人の姉、シャーロットとエミリーのその後の著作に大きな影響を与えた。アンは、ハダーズフィールドのミス・ウラーズ・スクールで学び、その後1839年から1845年まで、家庭教師として働きながら、 著作を続けた。彼女とシャーロット、エミリーの最初の作品であった詩集は1846年に出版された。1年後彼女の最初の小説、アグネス・グレーは姉、エミリーの嵐が丘3巻と共に出版された。シャーロットのジェーンエアが出版されたのはその1ヶ月後であった。2作目の小説、ワイルドフェル屋敷の人々は1848年。 兄のブランウェル及び4番目の姉のエミリーの死の直前に出版された。アンは1849年に海辺の降落地であるスカーバラで29歳で死去した。アンはスカーバラを病後の養生のため訪れていた。スカーバラのグランドホテルにはブループラークが掲示されている。彼女はセントメリー教会の敷地内に埋葬された。 なお、姉妹のうち最後まで生き残った3番目の姉、シャーロットも1855年に38歳で死去し、唯一の男子であった。ブランウェルも含め、兄弟全員が子孫を残すことなく創生したため、ブロンテ家は断絶した。ありがとうございます。